都戦第12レースの開始を迎えています。優勝戦としてはこれまで稀に見る混戦ムードとなりまして、3連単結局1番人気は123で 19.6 倍のオッズを示しています。4号艇の江口、1号艇の小山、並んで早くもホーム側スタートコースへ先を向けています。内側は1番4番、その動きを見ながら2号艇の久良、見通し線上その前方3号艇の秋山、これにはあえて付き合わないという感じになっています。第51回の報知新聞杯オボールレース優勝戦第12レース、対戦の6世1号艇埼玉小山勉、2号艇群馬久良俊之、3号艇秋山直之、4号艇江口昭夫、5号艇山崎智也、6号艇が土屋智則、以上6メンバーの対戦。陰線1号艇の小山、地元勢を相手に出しまして堂々のポイントトップ、そしてポールポジションゲット。さあその地元対象格4号艇江口選手にコースは譲らず 1,2 コース、早くも 100m ポールと V の間の起こし、タンマーからの残しを選択は2号艇の久良、4コース角は3号艇の秋山、外は定番順5号艇の山崎、5コース最アウト6号艇の土屋、2対1対3、へ先 100m ポールを通過したのが1号艇小山勉、スタートまで10秒前を切っています。最終の進入隊形優勝戦、並びの方はインコースから1番4番2番3番5番6番の隊形優勝戦12レーススタートいたしました。トップスタート3コースから2号艇の久良、さあ早くも内側の2艇まくり体制という形になりますが、2号艇がトップ旋回、内側のからズバッと今度は3号艇が差していく、左右の方から5番6番接近いたしましてバックストレッチ向こう上面でありますが、さあ展開をついたか3号艇の秋山、展開作っていった2号艇の久良、完全に一騎打ち、3番手では5号艇の山崎智也、向こう上面中間点、その後ろは6番4番1番、スタートの方は全艇正常です。さあ3号艇2号艇がやり合う、譲らず譲らず3号艇秋山先前体制、2号艇が遅れ差し、3号艇若干ターンが膨らんで内側のから今度は5号艇が差し込む体制でありまして、ここでトップに立ったのは3号艇の秋山直之、リードの方は現在2艇身ぐらいです。さあ今度は2番手争いでありますが、5号艇の山崎智也アウトのか、2号艇の設楽接近、後方でありますが4号艇の江口が単独の4番手、後方は1番6番という体勢であります。上位の体勢は3番5番、そして2号艇がアウト全速でありまして、単独2番手は今度は5号艇の山崎智也が浮上、3番5番2番の体勢となって向こう上面中間点です。リードの方は3艇身、3号艇の秋山、2番手追走でありますが5号艇の山崎智也、3番手には2号艇の久良俊之、後方は4番1番6番という体勢で向こう上面中間点、2周目の大胆マークを全速でクリアいたしますのは3号艇秋山、見事に久良に競り勝ってトップを快走、そして2番手追走を追い上げる5号艇の山崎智也、3番手2号艇の久良、3番5番2番の体勢ですが2番手と3番手の定間は2艇身差となって大時計前を通過しています。後方はちぎれました、4番1番最後方6番という体勢でありまして、全艇残り600を切って3番5番2番の体勢、3号艇5号艇2号艇やり合う、しかし5号艇外、2号艇はちょっと引きなめにはまりました。内側のからくるっと小回り旋回、4号艇が現在4番手ですが3号2の体勢変わらず、2連単の3号の組み合わせ 19.9 倍、3連単3号には 73.9 倍を示しております。これで54回目の優勝ということになります。秋山直之、2番手追走でありますが5号艇の山崎智也、3番手には2号艇の設楽、3番5番2番の体勢でありまして、さあこれで通算の勝ち星1199勝ということになります。3号艇の秋山見事に混戦を制しまして優勝、今1着でゴールイン、2着に5号艇山崎ゴールイン、3着2号艇設楽ゴールイン、後ろは4号艇の江口4着、1号艇の小山5着、最後方は6号艇の土屋智則6着でゴールインです。